皆様こんにちは、ゴルフステーション新宿の斉藤です。今日はですね、スイングの中でよくテイクバック、クラブを引き上げる際に頭が右に動いちゃうよ、いや右にスイングしちゃうよ、あんまり動かない方がいいですね。できるだけ構える時の頭の位置を変えずにこうクラブを担ぎ上げて打っていくというのが一応考え方ですので、ただその際にクラブを担ぎ上げる時、意外と皆さんこう右に動いちゃう方多いですね。で、その際のちょっとワンポイント、あまり動かないよっていうお話をさせていただきます。で、頭を動かさない、動かさないと思っていると、本当体が動かなくなってくるので、頭というよりかは、そういう場合はですね、こう構えた際の、この正面から見る、この右膝、ここ、この膝が上げていく際にこう右に流れなければ、体って意外と右に動かないですね。意外とね、サッカーやった人もそうなんですけど、ガニ股の人って意外とこう動きやすいんですけど、ゴルフの際、ちょっとね、内股で構えるようなコツ、内股、両膝でちょっと内に入れます。そうすると、右膝って今、内側に力がかかってますので、テイクバックするときも、ね、あまりこっちに流れないよね。で、流れないってことは頭も動かないので、構えた際、若干こう両膝を内に絞ってあげる、内股のようになるね。そうすると右膝が内側に力を入れますので、テイクバックした際にあまり体がこっちへ流れないんですね。そうですので、右膝がしっかりこうここの位置で固定できれば体も右へスイングして、でその時のまあポイントとしてはちょっと内股にしてあげる。そうすると内側に力が入ってきますので、上げる時にあまり体がこっちへ行かないと。でこれね、よりね、打っていく際に右膝って内側に体重乗ってるので、打っていく際にね、スムーズな体重移動にもつながってくるんですね。だから体重移動が苦手な方もこの内股で構えることによって、非常に体重移動もスムーズになると。ですのでちょっと頭がスイッシャー、右にどうしても動いちゃうなって方は、まあ、構える際この右膝は動かさないで、特徴としても、まあ、ちょっと内股で構えましょうと。そうすると意外と体が右に動かないで、その場で寝てと。でプラス体重移動が積極的にできますので、まあ、ぜひですね、ちょっと頭が動いちゃった、スイング中に動いてどうしても悩んでしまっている方はですね、ぜひこの右膝の使い方、動かさないというのをちょっと試していただくと、意外と面白い結果出ると思いますので、ぜひですね、練習場、コースでお試しください。こちらの動画サイトではですね、皆様にお役に立てるような動画をアップしていきます。もしご興味ございましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。